はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。アサシンクリードユニティやっていきたいと思います。では、メインストーリーの方を進めていきたいと思います。では、表記変えの報告、いきましょう。ひどい顔だ。何ヶ月も教団や国民議会、そして王と議論を重ねている。だが結局連中の政治的洞察力など馬鹿げた村の議会並みだ。それがひどい顔の原因だよ。侮辱したつもりは、ただ心配で。気にするな、アルノ。フランスのために泣け。政治は置いておこう。良い知らせはあるか？デラセール殺害の件は。物乞いの王は死んだ。これを持っていた。やはりな。持ってよ。使ってあげた方が喜ぶだろう。名誉の証だ。そうだな。ありがとう。任務は？物乞いの王とシベールは駒に過ぎなかった。デラセール殺害には黒幕がいる。テンプル騎士団は面倒な奴らだ。謎の人物の手がかりはあるか？唯一の手がかりはデラセール殺害の凶器だ。ジェルマンという銀細工師が作ったピンだが、その男にはまだ会っていない。では会いに行くのだ。その銀細工師を徹底的に探れ。はい、では銀細工師に会いに行くわけですけど、どこにいらっしゃるの？また遠そうだな。どこにいらっしゃる？ここだね。ここだから近いところが、近いところがこれですね。ここ行きましょう。はい。違う。こっちじゃない。パリのデータベースエントリーとかじゃない。こっち。OK。でね、ちょっとちょいちょい、なんか装備自体変えました。ね。ちょっとライフがアップしたり、なんかいろいろ効果があるんですよね。なんか見た目がね、バランス、ちょっとなんかアンバランスな感じですけど。ね、なんか半袖になったしね。さあ行きましょう。え？こっちにいたよね、向き。てい！へい！おー、怖え！お、犯罪者を始末。犯罪者を始末。犯罪者を始末。よっ。わー、わー、痛い。よ、ちょっと待って。久々にするからさ、やり方が。あちょっとね、撮影が2、3週間ぶりになってしまったんで、やり方はわからない。忘れちゃった。やっちゃった。やっちゃった。なかったことになっちゃった。じゃあ、とりあえず、目的の場所に行きましょう。ね、はい。余計なことするなってことですね。あ、ごめんなさい。そう。でですね、まあ、このアサシンクリードユニティの時代がですね、まあ、フランス革命、歴史を習ってる、勉強された方ならわかると思いますけど、フランス革命の頃のね、お話らしいですね。てか、なんて今更って感じなんですけど、私もね、さすがにちょっとなんか、あまり勉強が得意な人間じゃないんですが、さすがにね、アサシンクリードやってて、その時代背景を知らない状態でゲームするのも、なんかあれかなと思って、ちょっとね、フランス革命あたりのことを、ちょっと、ほんのちょっとね、流れ的なことを勉強してね、あ、ルイ16世、ベルサイユ宮殿にいた、ルイ16世が、あ、こういうことをしたんだな、こういうことになったんだな、と。とかね、あと、ナポレオンの話とかも、その辺もちょっと勉強しまして、いやー、なかなかね、面白い
流れになってるんですよ、本当に。ぜひぜひ、興味ある方、どういうことなんだ、ああいう方はですね、フランス革命で、ちょっと、ま、検索すればいろんな出てきますので、してみてください。では、再生。うん、怪しいところなど全くない。そう、めっちゃ怪しいじゃん。めちゃくちゃ怪しいじゃん。なんでこんなに見張りがいいのって感じじゃん。城破りで開けた扉、混乱させた重装兵。重装兵っていうのはあれらか？混乱ってことは、感触玉？いや、違うよね。混乱って何？バーサク、あ、ファントムブレード？なんかしてる、なんかしてる、なんか逃げてる、なんか逃げてる。どうしよう。上からまずやった方がいいよね。上からやらないと、上から狙われたら終わりだからな。よいしょ。あ、そっち行く？俺の中でちょっとおっと、ごめんなさい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 。ごめんなさい、ごめんなさい。お前らと戦うんかい。やばい、狙われてる。あかん、ちょっと待って。本当にね、これらで多分避け流しとかだよな。右上に出てんのに見てねえな。ダメだね。城破りがちょっといまいちわかんねえな。よっ。ピュートン。で、人がいないところで登るようにしないとね。人がいないところで、なんで怪しまれんだよ。俺何もしてないよ。何もしてないよ。何もしてないよ、俺。何もしてないよ。ただな、歩いてるだけで。ちょっと。ちょっと、なんで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 来んの、なんで来んの。いないね。これでも外のやつをこうさ、こう中にってできないのかな。あ、できないのか。できないのか、これ。できないのか。あ、そうだ、ちょっと死体を探っとこう。いろいろアイテムをもらわないと。ちょっと待ってよ、大丈夫ここ。おお、いっぱいいるじゃん。いっぱいいるじゃん。いっぱいいるじゃん。教皇に糾弾された。どうして？あちこちのカフェで噂になって、教皇が聖職者基本法や革命を糾弾したって。それって何なんだ？聖職者。よっ。オッケー。やっぱダブルアサシンはいいね。ここは開けられる？え、いけるこれ。いけるこれ。よっ！オッケー。お、一個開けた。げ、そこにおるやん。そこにおるじゃん。これバレない？さあ来い、さあ来い、こっちに来るんだ、こっちに来るんだ。確かにこっちへ行ったはずだ。邪魔なやつ。やばい。
え、気づかないの？他の人たち気づかないの？これ他の人たち気づかないの？まあそれありがたいけど、あんだけ戦ってて気づかれ、あれ、いや、いない、そこの人がいない、あれあれ、そこの人がいない、どこ行った、あれ、なんか窓際にいた人どこ行った、あ、いた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 、よいしょ、あ、そこにおる、そこにおる、そこに、そんなとこいたんかい、そんなとこいたんかい、やばい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 、これは反対から行った方がいいな。できるだけね、見つか、ほんとね、できるだけ見つからないようには努力してんだ。努力してるけど、実らない。ですよ。よいしょ。おぉ、なんかバレた？違うよね。あ、あれはあれか、別のやつか。オッケー。よし、他は、ちょっとやっぱ、この辺は安全にしとかないとね。あ、あったあったあった、扉。お、え、ちょっと待って待って、どこに行った、どこに行った、どこに行った、そこにおった。そこにおった。そこにおった。来るか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 、どっから来る、どっから来る、こっち、いけるか。よっ。ああああああ。ありえねえ。ありえねえ。三体と三体も同じことでやれるなんて。ちょっと焦ったよね。かなり焦ったよね。いない、来まーす、いない、こっちいない、よいしょ、あ、いるいるいる、やばい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 、そこにいるよ、来ない来ない来ない、来るんじゃないの、あ、そっち行く、そっち行く、じゃ死体を探って朝、さっきの、あ、地下、よいしょ、重装兵ってドイツらのことだ、まだ中に、ここに3週、確かにすぐそこに、ここに3週間いるから、部屋から出るのを見たことがない、階段を降りてさえ来ない、作業に没頭してるのか、取り憑かれてるな、やばい、俺たちがいることすら気づいてないぜ、やばいな、こっち向いてんな、さあ、ダブルアサシンだ。よいしょ。オッケー。なんか見つからなかったり見つかったりっていう、ちょっとまだ不安定ですね。本物のアサシンは見つからないように行かなければ。よし、行けるか。よっ！オッケー。まだまだこれぐらいなら楽勝だわ。さあ、中はいない。そこに二人ほどいるんだけど。二人ほどいるんだけど。おおおお、下で見つかる？下で見つかる？難しいな。はいよ、ういー、おい、え、オッケーな？オッケーな？結構甘々だね。結構甘々だね。これ、外、どれだけいる？あ、やべ、そっから見てんな。あそこから見てんな。
ちょっと。あかん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 。ちょっとあいつを、ちょっと上にいるやつまずやっときたいな。全部開けよう。混乱させるってどうやって混乱させるんだろう。よっ！オッケー。混乱のさせ方を、おわおわ。この辺は掃除したっけ？ちょっとこっちから登ってみたろうか。あれ？こっちか。出ます。よっ。よっ。よっ。いない？いないね。あっち側にもいるのか。どうなんだろう、向こうのやつに気づかれんのかな。止まれ。わあ、どいつ？お？よっ。オッケー。お、めっちゃ血が。さあ、じゃあ一応片付けに行こうか。やっぱ上のやつをね、掃除しとかないと見つかると大変だからね。よいしょ。あれ？オッケー。これで、おお。よし。ん？何このマーク。ああ、これを中心に切り替えるってこと。あ、そういうことか。こんなマーク出てたんだ。ダブルアサシン、エアーダブルアサシンがね、まだできないんだよね。できないんだよね。どうしようかな。おーおー、そっち行く。お前そっち行く。そっち行く。どうしようかな。茂みがあればいいんだけどな。させるってどうやるんだろう。重装兵ってドイツのことだ。看板、感触玉投げてみようか。あれ？違う。俺がしたかったのはそれじゃないんだ。違う。どうやって投げるんだ？これか。感触玉じゃないな、混乱は。混乱ってなんだ？これか？違うよな。わかんないね。とりあえず、とりあえず行ってみようか。ここだよね、多分。行きまーす。こんにちは。ムッシュ・ジェルマン、銀細工師の。助かった。拘束されてる。頼む、出してくれ。まずは、これについて知りたい。時間がない。出たらすべて話す。早く、見張りが戻る。ああ、行くぞ。
待て、正面はダメだ。ここは下から行く方がいい。ならついてこい、静かにな。マジか、マジか。か、ちょっと一瞬見てもらって。こんにちは。ちょっと待って。二人とも気づくか？よいしょ。よいしょ。あえて見つかってやるって感じで、自分をおとりにする。まあ、他人をおとりにするよりはいいね。OK、よいしょ。ついてこい。ああ、わかった。いい声だな。ああ、わかった。こんな低い声出せねえよ。あ、びっくりした。お前か。どこに、うわ、結構いるな。別にもう、あれかな、見つかってもいいかな。どうしようかな。ちょっとずつおびき出したいな。おいで。待てよ。やべ、そこだとバレバレやな。どうしようか。ダメだな。この人いることバレたらダメだよな。よいしょ。ようだな。ひ。死体転がってんだけど、死体転がってるのなんとも思わないのかよ、あんたは。よっ。階段を使ってのエアーアサシン。階段を使ってエアーアサシン。やばい、なんか変な踊りしてる。変な踊りしてるよ。あるのがなんか変な踊りしてますよ。何やってんすかね、これ。あるのさん、ちょっとラリってるよ。あかん。はいよ。おびき出しての、やる。ってことはあと二人か。向こうの人がどっち向いてるかだよな。向こう向いてんのか。じゃあ、これをこうやって、で、こいつを、堂々と。止まるな。おいで。ああ、わかった。かっこいい声やな。そこにいろよ。オッケー。わあ、またいっぱいいるな。どうしてセネカル。もう来る。来た来た。どうもー。お、いい感じで二人並んでんじゃないですか。バイバーイ。あれ、バイバーイ。オッケー。ついてこい。そう言うなら。これや。そこにいろ。ダメだ。どう。どう？これみんなバラバラかな？あ、いや、あいつが動いてるな。あいつが動き回ってんの。あ、みんな動き回るんか。みんな動いちゃうか。
あえて見つかろうか。またあえて見つかろうか。ちょっと待て。確かに聞こえたぞ。やばい、二人来るな。二人来るか。確かに今、ああ、くそ。本音が欲しい。よ、おいで。なら一体誰かいるのか。お、来た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 。やばい、一人がこっち向いてんだな。よよ、やべ、オッケー、ふう、あいつはあいつは気づかない。あえてあえてあえて、よ、こっちだ。出られますね。お前はそんな大事な囚人なのか。なんであんなとこにいんだよ。で、範囲から出ればいいの。ならず者を倒す。ならず者を倒す。あ、あいつを倒さないといけないのか。よっ、ヒューン。よっ。高いとこからの、ここまで来ると、あさし、あ、できるか。いきまーす。テイク。おい、止まれ。逃げ場がないと退くないめ。よっ。狙われてるー。よいしょ。あれ、やれなかった。オッケー。よいしょ。え、どうした？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 助けてくれ、ジェルマン。うわあ。計画変更だ。このくせたさを引きちぎってやる。ん？よっ。オッケー。あれ？他にも？いた。バカな真似はよせ。銀座行くしを離せ。下がれ。何をやってんだ。私は仕方なかった。さあ、行くぞ。いやいや、明らかに刺すつもりで刺してたろ、あんた。それなのに、私は。っていうやつだ。はい、ついていくの。はい、もっと早く走ってよ。さっきからずっと光ってんだけど、これなんだ。ありがとう、君のおかげで助かった。いえ、どういたしまして。あ、そうだな。では、始まりは数年前のラフレニエールの依頼。怪しかったが、結局受け負った好奇心に抗うことができなかったんだ。最近、ラフレニエールの素性を調べてみたんだ。そしたら、すごいぞ。テンプル騎士、そういうことか。だが私の理解を超えていた。さらに探ったら不注意でラフレニエールにバレて軟禁されて言いなりさ。主に武器を作れと。奴はどこだ。ラフレニエールを捕らえるのは難しい。だが先日奴は言っていた。アルオブレで積み荷を守ると。不気味な響きだった。居場所をなぜ知りたいんだ。大事な人を殺された理由が知りたい。そうか、気の毒に。すぐに追っ手が来るぞ。逃げるんだ。ああ、そうしよう。銀座行くし、メモリークリア。
はーい、混乱させるのできなかったですけど。これなんで光ってんだろう、俺。なんで光ってんだろう。めっちゃ光ってんだけど、これ何なんだろうね。はい、ということでですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあねー。